時刻は5時半を回りました。つながるラジオのお時間です。パーソナリティは松山秀和です。どうぞよろしくお願いいたします。この後ですね、6時までの約30分間、皆様ぜひ最後までお付き合いください。この番組は、みんなとつながる、広がるをテーマに、青森県の津軽からお届けしております。はい、よろしくお願いいたします。いやー、ちょっとね、皆さん、ちょっと今、ショックを受けてましてですね。ちょっと、ショックを受けてます。いや実はですね、この番組は収録をしているんですけど、今時間で言うとですよ、夜の11時半なんですよさっき5時半を回りましたって言いましたけど、今11時半を回ってるんです、実は。でね、何がショックかというと、私この番組、28分の尺なんですよ。28分間の番組の時間なんですよね。で、編集をするのとか、やっぱり細かい編集するのとか、ちょっと手間をかけるのが嫌なので、基本一発撮りしてるんですよ。一発撮り。で、今この、ちょっとちっちゃくね、後ろの BGM とかも、普通編集で後から入れたりするんですけど、私めんどくさいので、めんどくさいのでって言ったらあれですけど、もう全部この乗っけた状態で今収録をかけてるんですよね。で、実は11時ぐらいから始めてね、で、ほんとついさっきまで撮ったんですよ。撮ったんです。今日6月25日のオンエアですよ。収録をして、よしと思って、オッケーオッケーみたいな感じでいたらですね、最後の最後で気づいたんですけど、マイクオンにするの忘れてまして、音が全く取れてなくてでもなんすかね、こういう時ってなんか人間かすかな望みをちょっとこう求めるんですよね。一応こう撮ったね、動画を見返してみて、いや、もしかしたら音が入っているかもしれない、いや冷静に考えたら入ってないですよ、だってマイクオンになってないから絶対入ってないんですけど、でも何かのね、間違いかもしれないし奇跡が起きてるかもしれないから、動画見直してみようと思ってさっき見直したんです。もうずっと無音でしたね一応こう動画で撮ってるんで、僕のこうなんですかね、パクパクしてるパクパクしてるのだけが28分間流れておりましたもうちょっと見るに耐えないんですぐ捨てましたけどやってしまいましたね。今回で13回目の放送なんですけどね、このつながるラジオ初めてちょっと音、ちょっと音がね割れたりとか、ちょっと音の状況が良くなかったっていう失敗は今までもしてるんですけど、それでもね、マイクのオンし忘れるってことはまずなかったんですけどね、今日ちょっとショックです。だから今からまた同じ話をしますいや皆さんにとっては初めての話なんですけど、僕にとっては今日この1時間のうちに2回同じ話をするっていうね。でも、こういう時こそポジティブに捉えないといけないですよね。多分1回目の話よりも、うまく話せる気がするあと面白く話せるはずなんかどんどん自分でハードル上げちゃってる感じもしますけどねはいちょっとショックではありますけど、なので、なんですかね、こう悲しみに打ちひしがれてる時間が長ければ長いほど、もう一回収録するやる気がなくなりそうだったんで、もうすぐ今収録に
さっき終わった収録からまたすぐ収録に入りました。 そんな感じでお届けしていきます。6月25日のつながるラジオです。はい。メッセージも募集しております。メールアドレスは797@fmdino1.com、 797@fmdino1.com、 すべて小文字になっております。この番組はあとですね、YouTube でもご覧いただけます。FM ギノワンさんの YouTube チャンネルで、アップロードされておりますので、過去のアーカイブとしてもご覧いただくことができます。YouTube チャンネルはですね、YouTube、FM ギノワンさんで、ね、まず YouTube のね、チャンネル検索かけて、で、ギノワンさんの YouTube チャンネル入ったら、またそこで虫眼鏡マークでね、あるんで、そこからつながるラジオと検索していただけると、まあ、スムーズかなと思います。普通に YouTube の検索窓でねつながるラジオっていうといろんなやっぱつながるラジオが出てくるんでまず FM ギノワさんの YouTube チャンネルに行ってからの方がいいかなっていうふうに思います。はい。あとはねリアルタイムで聞くこともねできますんでね、マイチューナーラジオとはリスラジどちらかアプリダウンロードいただけますと全国どこでも、オンタイムでリアルタイムで聞くことができます。青森県でもね聞くことできますんでね、ぜひよろしければリアルタイムのご視聴もお待ちしております。ということでですね、はい。まずまだ傷は癒えてないんですけども、はい、ちょっと始めていきたいなと元気出していきたいなと、全然出てないけど思います。はい。それでは始めていきます。今日もよろしくお願いいたします。この番組は青森県弘前市で創業46年、弘前アルミ証券の提供でお送りいたします。ガラスが割れてしまった、内窓をつけたい、玄関ドアをリフォームしたい、カーポートを設置したい、家の中に手すりをつけたい、お家のお困りごとは何でもお任せください。この道一筋の職人が皆様のお悩みに寄り添います。今なら窓のリノベーションが補助金を使ってできる可能性があります。詳しくは弘前アルミ証券ホームページ、Facebook ページからお問い合わせください。はい、改めまして、つながるラジオをお届けしております。パーソナリティは松山秀勝です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、私は青森県の弘前というところに住んでおりましてですね、そこから収録という形でお届けをしております。はい、うん、頑張っていきましょうねでもね、結構テンション上がる話を今日はしたいなと自分的にはですよ思ってまして、まあ、さっきしたんですけどね何回言うんだっていう感じですけどまっさらな気持ちでもう一回同じ話を今からしていきますテンション上がる話をね。今日はですね、ちょっと夏をね感じるようなことが始まったぞと、青森県でも夏を感じるようなことが始まったぞっていうねお話をしていきたいなと思います。ちょうど1週間前ですね、まあ、16月の17、18日、2日間にわたってですね、青森県ではこんなお祭りがございました。東北絆祭りというですね、東北絆祭りというですね、お祭りが実は2日間にわたって開催されていたんですね。うん、でこれはどんなお祭りかと言いますと、東北地方はですね、6県あるんですよ。6つの県があるんですけれども、でそれぞれですね、まあ、代表的なお祭りがあります。まあどこのね地方に行ってもどこの県に行っても地元の祭りってあると思うんですが、青森県をはじめ、東北6県それぞれですねお祭りございます、ね。その6つのお祭り、代表的なお祭りを、1箇所に集めてやってしまおうじゃないかっていうですね、そういうワンダフルな祭りなわけですよさっきの収録の時はこんなこと言ってなかったんだけどちょっとねもう12時近くなってきたんで今収録の時間がちょっとおかしくなってきてますけどね。はい、
ワンダフルな祭りなんですよね。すごく良くないですか？一箇所でね、東北6県の祭りが一堂に会して、一度に見れちゃうっていうことなんで。で、しかも、この6つの祭りってね、それぞれ開催時期、ね、本当の地元でやってる時って開催時期が、一緒のものもあったり、バラバラのものもあったりなので、実際にこう見に行こうと思うと、大変なわけですよね。やっぱり距離もあるし、開催時期も違うから、こう一気に見ようと思ってもなかなか見れないっていうね、そういうちょっとこう悩みもあったりするわけなんですよ。それがこの6月の、この17、18日の2日間は一気に見れちゃう。しかも1箇所で。コスパもいいというね。そういう風なお祭りなんですよ。で、これきっかけはですね、東日本大震災でね、やっぱりかなりの被害が出まして、お祭りが中止になっちゃったとか、そういうふうなことでですね、盛り上がっていこうよと、またね、その困難を乗り越えていこうよみたいなところが、きっかけで始まっているんですが、なので、今年は青森県の青森市、で開催されました。で、これだから毎年ね、開催地が変わるんですよ。オリンピックみたいですね。だから来年はどこだったかな、ちょっと忘れちゃったけど、毎年その東北6県のどこかで、開催されるというですね、持ち回り制になっております。なのでですね、今年は青森市でしたけど、来年は違うところでまた開催される予定になってますね。で、特に今年はですね、やっぱりコロナがね、ずっとこの3年間はあったので、中止になってしまったりもしておりましたし、あと制限もね、いろんなお祭りかかったりとか、なんですかね、フルスロットルでできない状況っていうのが、やっぱ正直ありましたという中で、今年は、いろんな制限も解除され、久々に、今まで通りの、通常通りの開催ができたということでですね、かなり気合が入ったお祭りになったようです。2日間でですね、なんかニュース、すいません、私ちょっと見に行けてないんですけど、あたかも見に行ってるような感じで喋ってますけどね、すいません、ニュースで見てるんですけど、全部。で、これ2日間でですね、約30万人ぐらいの方が、お祭りを見に来てくださったということでして、ね、やっぱかなり注目度がね、高かったお祭りになってるんだなというふうに思いました。でね、どんなお祭りがね、来たのかっていうこともね、ちょっとご紹介しておきましょうか。福島県からのね、わらじ祭りというね、わらじ祭り。わらじってね、普通に履くわらじですけど、すっごいでっかいわらじなんですよ。めちゃくちゃでかかったっす。なんかそれをこう担ぐみたいなお祭りだったんですけどね。あとは仙台、宮城県ですね。宮城県からは仙台七夕祭り。これはね、有名な方、ご存知の方も多いんじゃないかなというふうに思いますけどね。あと山形県からは花笠祭りということでね、踊るやつやね、踊るやつやんねみたいな。なんでそんな喋り方なんだって もうちょっと、ろれつが回ってこなくなってきてまして 夜遅いから 花笠祭り。あとは、岩手県はですね、盛岡市ですね、三叉踊り。三叉踊り。あと、秋田県は竿燈祭り、ね。これちょっと、文字ね、ちょっとわかりづらいですけど、竹の竿みたいなのにね、提灯がいっぱいついてるんですよ。5個とか10個とかじゃないレベルで、多分100個ぐらいついてるね。もっとついてんのかな？めちゃくちゃいっぱいついてて、僕昔ね、このお祭り見たことあるんですけど、僕が見た時はですよ、すごい長い竹みたいなのに、提灯がブワーってこう、ついてて、それをね、一人でこう持ってるんですよ。持ってて、で、なおかつ持ってるだけじゃないですよ。なんかそれをこう、肩に乗っけてね、こうバランス取ったりとか、あとは、
僕がね、ちょっと幼心でね、もしかしたら記憶違いかもしれないですけど、僕の記憶では、なんかね、この顎の上に乗っけたりしてた気がします。なんか顎の上に、確かですよ。いや、間違ってたらすいませんね、本当。ちっちゃい時の記憶なんで。でもただ持ってるだけでもすごいですよ。なんか迫力ありますし、結構すごい、なんかインパクトの強い祭りだった記憶です、僕の中では。秋田竿燈祭りね。ぜひよかったら、その Google 先生とかね、ちょっと調べてみてください。あとは、青森はね、皆さんもご存知かもしれませんが、ねぶた祭りということでですね、ケムツ、絆祭りということで、2日間開催されておりました。まあ、このお祭りがね、ちょっとこう、ニュースとかになってくると、東北にも夏がいよいよ来るんだね、みたいな、そんなこう感覚になってきますという感じなんですよ。で、こと青森県にね、ちょっとこう絞ってお話をしていきますとですね、まあ、今回そのお祭りね、この絆祭りはたまたま青森県の開催でしたけど、まあ、青森県開催じゃない時でもですね、6月この時期になると、あ、夏が近づいてきたなっていうふうに思う出来事っていうのがですね、実はありまして、まあ、それは何かというとですね、それこそ本当に青森県のこう代表的なねぶた祭りもですね、そう、制作小屋みたいなね、そういう小屋とかが、こうちょっとこう立ち並んできてですね、制作もこういよいよこう、なんですかね、本番に入ってくるというか、まあ、お祭り自体は8月のね、青森のねぶた祭りの場合は8月の2日から始まるんですけど、大体6日間ぐらいから、8月の6日、7日までか、7日まで、やるんですけど、そこに向けてこう制作がどんどん進んでいく、制作小屋が立ち並んでいたりとかするんですよね。で、私が住んでるのは、青森県のね、弘前っていうところなんですよ。弘前。で、弘前とか、あとはその周辺地区のね、市町村は、その青森市のやってこうねぶたってね、多分皆さんがよく知ってる、こう勇壮なね、こう横に長い、お人形がこう、さんが乗ってるようなね、こんなんなって、歌舞伎みたいな、こういう、ああいう勇壮な、こう、お祭り。あれの想像されると思うんですけど、実は私たちが住んでる弘前市界隈周辺市町村っていうのはね、ねぶたっていう祭りではなくてですね、ねぷたっていう祭りがあるんです。青森の場合はこう濁るねぶたなんですけど、私たちの住んでるこう周辺市町村はねぷたっていう半濁音ですね、丸なんですよ。半濁音で濁らないタイプっていうかですね、そういうねぷた祭りっていうのをやってまして、で、そう、名前めちゃくちゃ似てるんですけど、ほんと全然違う祭りなんですよね。まず何が違うかっていうと、こう形も違う、お祭りの、まあ、形式も違えば、そういう、まあ、出汁というかですね、青森の場合はこう横長なんですけど、私たちのね、扇形なんですよ。扇形になってて、そういう形も違うし、あとは、お囃子というか、そういうね、太鼓の叩き方も違えば、笛の吹き方も違うし、あとは、その参加の仕方も違うというかね、もう全部違う。全部違うじゃんみたいな。 そういう、本当にね、似てる名前なんですけどね、全然違うんですよね。まあ、ちょっとなかなかラジオだとね、伝わってないところもあるかもしれないので、気になる方はお手元のスマホでですね、ねぶたとねぷたで検索してみてください。あ、本当違うのねってね、よくわかると思いますんで。 で、その私たちが住んでる地方でも、そのねぷたを制作するやっぱ小屋って言われるね、ものがちょうどこの6月、まあこの初旬から中旬ぐらいにかけて、いろんなところにこう立ち並んでいくんですよ。で、私たちの祭りねぷたの方はですね、どちらかというとこう町内会タ
単位とか、まあ、結構町内会がベースになって一つのこの出汁ねぷたを出すっていう感覚なんですよね。だからその小屋もこう弘前の中だとこの町内会ごとに出ていくんで、ポツ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 っていろんなところにこう点在してる感じなんだよね。でこう車なんかで街をこう走ってると、あ小屋と組み立ててるなとか、あここ小屋できたなみたいなのがこう目撃がこうたくさんされると、あ夏来てるなって思うわけなんです、こっちは。そうなんですよ。で青森市のねねぶた祭りのねぶた祭りの場合は、小屋はねそういう制作場所って一箇所なんですよ。あの一箇所にこう全部小屋が立ち並んでるので、まあ、分かりやすいんですよね。だから観光するにもしやすかったりします、うん、あのそこ一箇所に行けばそういう制作工程というかね、今制作してる最中も、ちょっと覗けたりもするので、うん、あの分かりやすかったりします。で津軽地方のねぷたっていうのはこう小屋が点在してるのでちょっとね、一箇所でっていうのはなかなかないんですけど、まあでも あちこちにあるので、あここにもあるここにもあるみたいな、そんな感覚で楽しむこともできますという感じですね。はい。で私たちがだからそういう小屋を目撃し始めると、おっこれ夏が来るぞというそういう感覚になってくるわけですね。うん。で今日は6月25日ですけど、ちょっと7月入ってちょっとしばらくしてくるとですね、まあ私が住んでる弘前市の場合はちょうどこう祭りの本番が8月の1日から開始されるので、ちょうど1ヶ月ぐらい前になると練習し始めるんですよね。こう太鼓の練習とかね、叩く練習とか、太鼓に合わせてお囃子を練習するとかですね、そういう風な、だからこう町の至るところからその祭り囃子が聞こえてくるんですよ。こう7月になってくるとですね、練習の祭り囃子が聞こえてくる、なんか良くないですか、この祭り囃子が聞こえる町弘前みたいな。ちょっと何言ってるかよく分かんないですけど。でも結構いいですよ。6時、7時、8時ぐらいになるとね、風に乗ってね、どっかからともなく聞こえてくるんですよ。あ、そうすると、あ、こわ、祭りがいよいよ準備始まってるね、と、佳境だね、みたいな感じにこっちは思ってですね、なんかこう血が騒ぐっていうんですか、うん、そういう感覚になるんですよね。で、こういうことをね、よくこの、ねぶたとねぷたの時によく使われる地元の方言があってですね、こういう今言った血が騒ぐ、あいよいよだねってい う, こう期待感がどんどん増していく、 DNA レベルでこう騒ぎ始めるみたいなことをですね、我々の方言でジャワメグラって言うんですよ。ジャワメグラジャワメグラって言うんですけど、だから、ね、ジャワメグっていう言葉が聞こえ始めるのもちょうどこのね6月25日あたりからですね。はい。うん、ね、冷静に考えたらこのつながるラジオで地元の方言話したのちょっと初めてかもしれない。沖縄でね、沖縄のコミュニティ FM で津軽弁聞くってなかなかないと思うんですけど、我々の方言津軽弁って呼んでましてですね、まあ、日本で一番難解な方言だと言われておりますけれども、はい、そこのね、今は綺麗な言葉でお話してますけど、普段はこんな綺麗な言葉ではないですね。だからめちゃくちゃなまって普段生活は過ごしておりますけども、はい、まあ、話を戻すとですね、ジャワメグ、うん、ジャワメグ季節になりましたというような感じですね。うん、で祭り、私の場合はですね、まあ、ねぷた祭りに参加をしてたんですよ、ちっちゃい頃はね。多分ね0歳から18歳ぐらいまで連続で出てたと思いますね。もう多分生まれたてから出てたと思います。でも本当それぐらい好きで、やっぱりこうどちらかというとこう見るっていうよりも参加するっていうことの方にこう
楽しみを感じる、まあ、地元民としては楽しみを感じるお祭りなんですよね。うん、なのでこう、これ多分参加して楽しめるっていうことは、あ、見ても楽しむ、見て参加しても楽しむっていうのは、青森市のね、ねぶた祭りの方がこう、勇壮さとかもあるんで、うん、あの見ても楽しめるし、もちろんね、僕らのねぶた祭りも、あの台数がね、非常に多いので、青森のよりもかなり台数が多いので、それぞれこう町内会とか、まあ、団体、いろんな団体が出す、ね、特色みたいなのがそれぞれあるので、そういった意味では楽しめると思うんですけど、あの、まあ、勇壮さっていうんですかね、そういったものは、まあ、派手さっていうのは青森市の方がやっぱあるので、うん、そういう違いもね、あるんですよ。あの、どちらかというと私たちの祭りは厳かで、なんかこう、荘厳な感じというか、うん、こう、なんすかね、こう派手さではない、なんですかね、厳かさみたいな、うん、ような感じ。で、青森の方はこう、やっぱり勇壮さ、派手で、こう、なんすかね、こう、リズミカルで、みたいなね、そういう感覚っていう、まあそういった祭りの違いもやっぱありますよね。うん、で、私は参加するとすると、お囃子、あの横笛ですね。横笛を吹く方と感じ、囃子方としてずっと参加をしていたので、お囃子をね、今年はもう吹きたいなとはちょっと思ってはいるんですけどね。さて、今年は参加できるかどうかまだちょっと未定でございますという感じです。はい。という感じでですね、なんかあっという間に、エンディングのお時間を迎えました。YouTube でねご覧をいただいている皆様、私の横に QR コードがございます。日々ですね、私はノートだとか Facebook でいろんな情報発信をさせていただいております。もしよろしければですね、 QR コード読み込んでいただいて、ノートでも Facebook でもフォローいただけたら嬉しいなというふうに思っております。はい、ということでですね、今週は夏が近づき始めましたよというふうなお話をしてまいりましたけれども、いかがでしたでしょうか。はい、沖縄県はね、もう夏真っ盛りかもしれませんけど、青森もコツコツと夏の足音が聞こえてきておりますのでですね、来週はもう7月になりますけれどもですね、また同じ時間にお会いできたらなというふうに思います。はい、それではまた来週お会いしましょう。お相手は松山秀和でした。お聞きいただきましてありがとうございました。